中央を使う福岡院から受けて抜け出してシュートを狙って決まった最後は走り込んできたワンツーパスを受けて走り出してきた瀬瀬右足で決めました。シンボ前を見てここで藤村縦に出して和田右足決まった同点ゴール。藤村そして狙いすましたラストパスを受けて和田の右足。和田もいいプラス。さあここでオリオラサンデーがボールをキープ後ろからシュート後ろから上がってきたのは背番号9の姫野今シーズン3ゴール目。コントロールされた。まだチャンスは続きます。岐阜左サイド村田から柏木戻してクロスボールをゴール前ヘディングシュート23番萩野引退を表明した柏木からの完璧なパスそして完璧な回に追いから村田エリア内に入ってきた追いだ戻してシュート決めたのは山内。山内がこの復帰戦で光ります。最後確実に決めた。さあ村田加藤とのマッチアップ一人抜いてきた村田右足のシュート決まったカットしきれませんでした。少しバウンド変化もあり今シーズン前半で26得点お高橋俊太高橋俊太パスにした松岡安光の絶妙なパス高橋俊太の技ありのキープそして最後ラストパス大山マテウス・レイリアスペースへマテウス・レイリア切り返したマテウス・レイリア流し込んだ今シーズン3点目31節の沼津戦以来3試合立っておいてうまく反転しました。そこから高橋が抜け出した。高橋パスにした伊藤見事にアシストして見せました。高橋俊太柳縦からマイナス神山が跳ね返して平松のシュート思い切って左足振り抜きました。の PK 止めたしかしその後詰めた鈴木のこのシュート足を伸ばして止めたアルダウでしたが高く上がったボールかき出します。しかしまだあるなら谷が再び中に入れて落ちたボール中にボールを入れて谷のクロスボール最後は山本がゴールネットを揺らしました。右足でクロスを入れるファーサイド決まった試合開始から3分足らず先制点を奪いました。今治増田セルマも絡んで増田が出る左足当たったもう一度前に出るシュート決まった競り合い前を向いてセルマが絡んで前に出ます。一度シュートは当たるんですがもう一度自分決めました。相模原が勝ち越し。安藤は落ち着いてゴール中央グラウンダーのボールを中央には安藤後ろからいいシュートが決まりました。3点目ゴールでした。
中盤を使って佐藤、大外に木村がいる、中央には松田力、どちらを使うか、自ら運んでいって左足で狙うことができるが、中央、茂木のシュートだ。佐藤が自ら運んで、まあ、谷本あるいは松田力という選択肢がありましたが、大外の茂木。さあ川崎、手前には下川森が、川崎ここがクロスを選択、川西折り返して、この後このボールが川西に渡ってヘディングで折り返し、しっかりとここで川西、川崎がサイドからエリア内折り返して、シュート、下川、そして吉田折り返した、もう一度難しい体勢だったんですけれども、富永、吉田からこのボール蹴り込むというよりも、この辺りなかなかスペースがありません。サンクがしっかり守って、ここでクロス、フリー、決まった、ヘディングシュートとなりました。西村からのボール、ヘディングドンピシャに、ここちょっとここはボールが流れて、山本ラストパス、サンダー決め切りました。後半開始早々に長野が同点ゴール。前半に続いてその後は船橋反応していきました。まだライン割っていません。中に放り込んでいく、後ろから詰めていく、決まった。夏大輔がこの後ピッチに投入されそうです。さあ北村がうまく触って南の左足振っていきました、決まりました。ゲームの途中で前線のトップの位置に入りましたこの南野ですが、ここ北村智也がうまくつないで、相手が少し詰めきれなかったんです。ノーファール、すぐに拾ってクロスが入る、ヘッド、決まった。これ長野のオンゴールでしょうか。ここを狙いに古川、ボールが奪いに行った、そのまま行った、キーパー山本、後ろからきつい、これぞ FC 大阪のハイプレス、今シーズン続けてきた、この J 参入1年目で続けてきたこの形。